なた一人なの？お父さんやお母さんは？お母は顔も知らねえし、夫は畑を捨てて江戸へ出た。だからおいらも。お父さんを探して。名は何というの？ふやた。よし、小屋田、ついてきなさい。おかわりを。三杯目にはそっとだし。誰も取りゃしないから、もっとゆっくりお食べ。あ、魚もお食べ。どうしたんだい金八、お前も食べたいのかい？違いやすよ、おいらもこうだったんだ。それで仕方なく巾着切りに。仲間と揉めて腕切り落とされそうになった時、眠りの旦那が救い上げてくれた。それを覚えてしまった。のんきに見える金八さんにもそんなことが。のんきに見えるは余計だが。だからおいら旦那には頭が上がらねえ。どころじゃねえか、うまく言えないけど。惚れてるんだろ。えい、まあ姉さんほどじゃござんせんけど。バカ。おかわりかい？旦那。旦那、おかえりなさい。お帰りなさいませ、父上。旦那もお召し上がりにはならねえか。はいよ、すぐに一本つけましょうね。あ、金八、やたばのおかわりお願い。ああ、お前食いすぎなんだよ。中島だ、おい。ご老中、皆様お揃いでございます。目に見える成果を一刻も早く上様にご覧いただかねば相ならぬ。流入する百姓は直ちに捕縛、人返しの礼を遺漏なく実施いたす。町人の贅沢を取り締まるのに何をためらう。恐れながら早急に過る取り締まりはかえって人心を危うくいたし、ご改革への抵抗をいや増すこととなり。黙れ黙れ。町奉行たるそなたの腰砕けゆえ拉致があかんのじゃ。お言葉ながら、富を得たる者は強者を極むるも、物の値は高騰、片や手間賃は叩かれる一方で、下々の暮らしぶりは生なかなありさまではございません。民草の不平不満を侮ることはご改革の妨げとなるのではございませぬか。民草の不満を鎮め、ご改革の成果を広く知らしめるのが町奉行たるその方の役目であろう。はあ、しかしお言葉をお返し申し上げまするが。お言葉など返さずともよいゆえ、お役を返上いたせ。え？南町奉行はただいまより加賀見甲斐の守に任す。ははあ、ご老中。
暫時休息いたす。ご一同大義。ご老中、恐れながらこの件承服いたしかねます。ご老中、犬のように先人の荒を嗅ぎ回って出世いたした加賀御御時やからおそばにおいては百年の刑法を過ちまするぞ。下がれ下がれ下がれ。ご老中、何するなのかの御堂。何というかな、これで良いのだね、要素。上出来。あなたは後世に名を残す偉大な老中になりましょう。そして私を将軍家吉の側用人に推挙することになりましょう。お主を将軍に推挙いたぞ。そうです。そしてやがて将軍家世継ぎの正室に私の娘をあげることになりましょう。お主の娘を正室にする。そうです。そして新しい国を作るのです。新しい国を作る。そうです、新しい国を。南町奉行、矢部駿河守と知っての狼藉か。何の用だ。もうお奉行ではござるまいが。さては、ご老中のお指図か。それとも。知ったところで千亡きこと、目障りな草は彼とのお言葉。己鏡ごと無駄とは打たれねえ。愚かな。誰だ。何者だ。加賀御養蔵。もしやその方、伊豆の越前に取り入る獅子身中の虫か。すべてはご老中のご意志でございます。近頃横行する闇討ちもその方の仕業か。あなたがよく用いた手にございます。空年もその方が。さすがは門戸の将様、お気づきになられましたか。これは参りました。空年は水野のやり方を憂いておったが。いや、そんな大げさなことじゃありませんよ。
ある人に会いたかったからです。ずっと会いたかった人に。誰だ？行方知れずの風来坊。空年和尚が死にでもしない限り江戸に戻りそうにない人。京四郎か？ご明察。何故に？私の味方になってもらいたくて。縁もゆかりもないその方の味方に？あるのですよ、縁もゆかりも。もしやその方。あなたには父が世話になりました。あなたがいなければ今の私はなかった。そのお礼に参りました。手土産はこれです。月の代わりの夕日ですが、落日こそあなたにはふさわしいのかもしれませんね。まさしく円月散歩。しろうか。これでわしの罪は許されるのか。誰にやられた？因果応報というやつだ。お待ちしていました。何か？千にお話したこの世の大掃除、改めてお手伝いをお願いしたいと思いまして。何か言いませんでしたか、門戸の小殿は。私のことを何か。お主のことを？ええ、あの方は私とも浅からぬ因縁があるものでして。どういう意味だ？私の父に関わることです。はっきりと申せ。まあまあ、そう怒らないでください兄上。今何と言った？兄上と。ふざけているのか？いいえ、私の父はジュリアン・フェルナンド。何？そうです、あなたの父でもあるフェルナンドが私の父なのです。母親こそ違え、私たちは血のつながった兄弟なのです。兄上、ずっとお会いしたかった。確かに私はあなたほど父の姿を映してはいない。ああ、心残りは父があなたに会えなかったことです。会えばきっと喜んでくれたでしょう。その目鼻立ち、そしてその髪の色。しかしおかげで私は出自を疑われることなく鏡の養子となり、
今やお城へも上がろうに。なぜ今私に。父は私にたくさんのことを教えてくれました。医術、先生術、錬金術、中んずく人の心へ入り込む霊力、そして海の向こうに果てしなく広がる世界のこと。この国は一度壊さなくてはいけない。改革せねばならんのです。そのためには今兄上の力が必要なのです。近頃は老中水野様のお屋敷にご厄介になっております。お心が決まればいつでもお尋ねください。兄上。旦那、飯は食わないんですかい？だったら食っちまいますね、旦那の分まで。そうだよ。さ、旦那の分までたんと上がり。あら、なんだいなんだい。こんなとこにご飯粒くっつけちまって。そういうところはまるで本当の親子だね。親だぼ、どうでそのこと。おいらは。やたのが困ってるじゃないか。それでもいいよ。ほんとかい。うれしいこと言ってくれるね。しかしお父っつぁんはどうしてるのかね。会えますよ、必ず。いいんだ、おいらには会いたくないよ、きっと。どうしてさ。だっておいら捨てられたんだから。おいらがいちゃ困るんだよ、きっと。バカだね。あんたまだ子供なんだからさ、自分の幸せだけ考えてりゃいいんだよ。おめえは小さいのに苦労するね。よし、こうなったらおいらがおめえのお父さんになってやる。それだけは願い下げだよね、やたも。うん。なんだよそれ。お嬢様、どうなさったんです？あ、どうしたのでしょう、私。こんなにも心が温かくなるなんて初めてなものですから、とても不思議な心持ちで一体どうしてしまったんでしょう、私は。お嬢様もお寂しいことがおありなすったんですね。こんなことを申し上げるのももったいないんですけどね、私お嬢さんのことが妹みたいに思えて。私も姉がいたらこうだろうなと。嬉しいね。いや、私の妹は小さい時に死んじまって、私には血のつながった人間は一人もいないんですよ。おいらだって同じで。どうです、お互い血はつながってなくても、もうみんな親子兄弟ってことで縁組しちまってるわ。ねえ旦那。しらけるね。しかしみんながこうして一晩に寄り添って、嘘でも本当の親子に心があったけやな。ねえ三沢様。え。よし食べよう。さあ竹内にな。ああ、もううるさいね。音立てないでよ。すいやせんね。怒られた。まあそう怒らないでください、兄上。私たちは血のつながった兄弟なのです。ずっとお会いしたかった。
手に折れましたね。ありがとう。遠くまで飛べますよ。なんだ。何でもございません。ならば呼ぶな。でも嬉しゅうございました。父上とお呼びしてお答えくださいました。油断をした。昨晩は月を眺めて何をお考えだったのですか。覚えておらぬ。円月殺法。なぜその名を。娘ですもの。叔父の茅場修理之助を倒した円月殺法、母から幾度となく聞かされておりました。恨んでいるのか。それで私に近づいたのか。私のことをそのように。私に近づく人間の大半は私の命を狙っている。許せ。はい。その代わりお願いが一つございます。願い。ミサオと呼んでいただきとうございます。ミサオ。はい。どうの。父上。許せ。許せませぬ。うん。これを。あ、探しておりました。どこで。小屋田を助けた俺に。そうでしたか。ありがとう存じます。珍しい刺繍だ。母が縫ってくれました。そなたの母の。よぞ、鏡の用紙となっても忘れてはならぬ。お前の血を分けた兄のこと。お前たちはやがて巡り合い、力合わせから国を正すであろう。それが定めだ。兄上と共に必ずや。
兄上、必ず来ていただけると信じておりました。話は聞いた。わしのために働いてくれるそうじゃの。話が遠い。構わぬ、至高へ。あなたに用はない。何じゃと。門戸の書を切ったのはお主だな。お察しの通りです。父への仕打ちを恨んでのことか。兄上も同じ思いのはず。それで兄上に代わり円月殺法にて。円月殺法を使うはやはりお主であったか。兄上のお気を引くためですよ。無礼者。ちょっと、こやつは何者じゃ。ご老中、少しお静かに。この哀れな男をご覧ください。この男は私の術に操られ、やがて私の目通りを果たしてくれます。するとどうなると思いますか。私は将軍の顔、その目を直に見ることができるんです。お主、将軍を術に落とそうというのか。でも将軍などは手始め。私の望みはこの国なんかではありません。パライソですよ。私は誰も見たことのない理想郷を作り上げたいのです。父が転ばされ、なお抱き続けた信仰を二人の息子が力を合わせて顕現する。美しい話ではありませんか。信仰など私には無縁だ。確かに、コロビバテレンのオランダ人に育てられた私と違って、兄上は寺で和尚に育てられた。正反対の道を歩んできたのですからね。苦念を切ったのもお主か。それもこれも兄上をお呼びするためです。よもやと思うたが、空年まで殺すとは。理想の前では小さなことです。兄上、どうか私に力を貸してください。よかろう。これが私の答えだ。なんと。これでこの男の呪縛も解けよう。なぜだ兄上、私の作り上げた操り人形。医者、医者を呼べ。それには及びませぬ。
姉さん、やばいぞこいつら。子供に手出すんじゃないよ。旦那、すいません、姉さんが水沢様のいねえ時でよかった。きっとあいつら沙汰よ、永遠なれ。ここはあと、なんでこれ。目が覚めましたか。では始めましょう。誰だ、ほどけ。生きのいい女だ。術のかけがえがある。術？術ってなんだよ。まあ、すぐに済みますよ。私の夢も私の生きた証も皆崩れ去ってしまった。眠り教師郎、このままでは終わらせん。なりませぬ父上。ミサオ、父上はよくなさいました。もう十分です。おじい様もきっと許してくださいます。何を言い出すんだ、お前らしくもない。おっつけやつはここへ来る。死ぬ前に地獄を見せてやるのだ。あの方はすでに地獄におられます。何、死など恐るるに足りない境遇の中に。なんということだ。あの男の娘を演じるうちに心まで取り込まれてしまったのか。ミサオ、それでも私の娘か。いいえ、そうではありません。私は父上を失いたくありません。幼い頃母を亡くして以来、父上は私を大切に育ててくださいました。父上は私にとってたった一人の親。ミサオ、父上にとって京四郎様もそうでしょう。血のつながった大切な兄弟。兄弟、そうとも同じ血が流れている。私たちはこんなに血に縛られていたのだ。私は兄が憎い。父の願いに背く兄が許せない。来い京四郎、我が兄よ。
ここは通すなと主の厳命にございます。見事な剣の舞。ああ、さすがは我が兄上。お待ち申しておりました兄上。この女を返してもらおう。いいですとも。ただし兄上の命と引き換えに。そうだ、その前に会わせたい人がいます。我らが血の源、父フェルナンドです。我が父。はい、父上、あなたの息子眠り京四郎です。恨みのこもった目だとは思いませんか。私たち兄弟が力を合わせてその恨みを晴らすことを父上は望んでいたのに、しかし兄上は裏切った。いつまで父の幻影に取り憑かれている。幻影？幻影ではない、血だ、呪われた血だ。くだらん。旦那、旦那、助けに来てくれたんだね。嬉しい。もういつ死んでもいいよ。待て京四郎、その女、兄上の命と引き換えと言ったはずだ。もうじわか。兄上、父のもとへ送って差し上げましょう。ジュに押したか。兄上、こちらでございます。兄上、フェルタムズのボルザダイ、フェルタムズのボルザダイ、兄上、
兄上の血の滴る匂いがする。呪われた私たち兄弟の血が流れ出てゆく。命が少しずつ抜け落ちている。ミサオ、そなた。私は加賀見陽三の娘です。やはりそうであったか。お許しください。ミサオ。父上、もうおやめください。父上。どけ。どかぬか。やめろ。ミサオは私にとっても大切な娘だ。言うな。殺法いずこで学んだ。一瞬の眠りに似て幻惑をいざなう円月殺法こそ、私が父フェルナンドより伝授されし霊術と同じ。さすればこの勝負相打ちということか。いいえ、私には父の魂がついておりますから。弟よ、それは幻だ。弟と呼んでくださいましたか、最後に。しかし遅うございました。Thank you.
伝えます。兄上にお会いできたこと、嬉しゅうございました。父上、私は呪われて生まれたのではなかったのですか。しばらく身のうちに随分男っぷりをあげたではないか、金八。って言われてみたかったな。よし。よし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 。はい、できました。できましたね、姉さん。ご依頼の。はい。まあ、やっかましい男だね。なになに？訪ね猫。うん。町医者松庵の愛病半月ほど前の夕刻頃からその姿をくらます、うん、でちょいとんこの猫って字かくって字じゃないかい。え、間違ったやつ。あら、もういっぱし瓦版屋なんだから字ぐらいしっかりお書きよ。小屋田に笑われるよ。できた。よう、しろ、おじいさん。おめえ、下手だな。これ旦那の顔かい。え、似てるよ。ちびだよ。いいか、旦那の顔ってのはな、だろ、まずは鼻筋がよ、こうシュンときたらな、でこうシュシュシュってなってな、でこの目の交差さまだシュッとなったらと、こっちもシュッとなったら、でこうシュッとなって、シュ
シューシューシュー、でシュシュシュのシューで、さすがのババ様まだおぎへん、とっくのはずかにおぎもした、とりごとカラスと申し上げね、とっくのはずかに申し上げた。父上、父上、一緒に参りましょう。さ、bao nhiêu đêm xa vắng lòng nhớ em những lúc còn yêu.